YouTube 劇場半沢直樹。いいか森山、大事なのは感謝と恩返しだ。銀魂のアニメ後半、内容がごちゃごちゃでさっぱりわからなくなってしまったダメ沢直樹です。銀魂ザファイナルがついに公開されますけれども、私ね、あのコミック読み直してみたんです。読み直すっていうか、あのアニメの方後半よくわかんなくなっちゃったから、あのどっから読み返せばいいのかなから含めて読み返したんです。59巻から読み返すといいらしいんですよ。全部で77巻までやって、77の途中までアニメをやってたんですけども、一番最後のアニメ、そこの最後の部分をちゃんと映画で描かれるらしいんですけれども、59からとりあえず読んでみたんです。めちゃくちゃ死ぬほど面白いです。とりあえず、まず何がすごいって、単純に話は面白いんですけども、そのさらば新選組編死ぬほど面白いんです。59巻から62巻ぐらいまでの間のやつなんです。そこだけちょっとぜひ読んでほしいんですけども、それとは別で、作者って、コミックの間にこう、読者とやりとりするじゃないですか。あれで一個すごいのがあったんで、ちょっと紹介させてほしいんですけども、すごいのがあったんですよ。これ、名言だなというのがあって、質問コーナーですね。質問コーナー。69巻の質問コーナーがあるんですね。とある1ページに。で、これちょっとそのまま読み上げますよ。すごいから。私には夢があります。ですが、マイナス思考ゆえに他の人より劣っている私が夢を叶えられるのかなと、マイナスのことをたくさん考えてしまい、自分に自信が持てません。空知先生ね、空知秀明先生は、どのようにして自信をつけていますかに対する答えがすごいんですよ。自信なんて持つ必要ないと思いますよ。人より劣っている自分が勝つためにはどうしたらいいかという考えは、夢を叶える前でも後でもずっと思っていた方がいいと思います。でしょ、ここまで普通じゃないですか。僕は漫画の業界のことしか知りませんが、第一線を走る方ほど自分の作品や人気やアンケートに敏感だし、そこに関してだけはいつもビクビクしているし、大変臆病に見えます。そこに関してだけはビクビクしているんですね。だから努力を惜しまないです。努力を惜しまない。ここポイントですね。で、もちろん自分の作品に強烈な自負を持って努力している人もいますが、肝心なのは、プラス思考だろうと、マイナス思考だろうと、その後の行動、かっこ努力に必ず結びつけることで、どっちだろうが行動しない人はどうにもなりません。ね。自分より結果を出している人への嫉妬や妬みだったり、将来への不安や恐怖だったり、そういうかっこ悪い思考だって、努力するための原動力にはなるでしょ。むしろそういうゴミみたいなもんほどよく燃える燃料になりますから、マイナスでもかっこ悪くても、なんだってエネルギーに変換する術を覚えましょう。ここポイントですよ。なんだってエネルギーに変換する術を覚えましょう。燃えたら、これすごい、こっからがすごいんですよ。ここまででもすごいけど、こっからすごいです。燃えたら、もうバレません。この言い方すごくないですか？このなんかギャグっぽい言い方。燃えたらもうバレません。ちゃんとした焚き火で起こしていようが、エロ本で起こしていようが、火は火です。でっかく燃えたやつが勝ちです。これ見たとき俺すごいと思ったよ。空知秀明って人。まだだ。まだ終わらんよ。このね、銀魂、特に、その本当はさらば新選組編が面白いんですけども、ちょセリフ引用していいですか？すごい。まさに侍をそのまま言った言葉が一個あって、戦ってるんですよ。今まで敵だった者同士が結託して戦ってるんです。ぐわーって、入り乱れて。その時にセリフがあるんですけども、なぜそんな体でのこのこついてきた。多分お前と同じ。いや、今もここで戦い続ける者たちは皆同じであろう。人は死が遠い場所では理想だ信念だ小難しい理屈を並べて生きているが、死の淵に立って初めて気づく。人間は本当はただ心許せる者のそばで生きたい、死にたい、たったそれだけの単純明快な生き物なんだとな。なんだとな。このセリフ。侍、わかります？侍って、宮本武蔵とかの小説とかにもよく出てくるんですけども、すごくまとめると簡単に、己、自分を知ってくれているもののそばで死にたいんだって、生きたいで死にたいんですって、使えたい。侍って人に使えるっていう意味なんですけども。
あの自分の信じる主君、自分を知ってくれてる主君。だから宮本武蔵っていうのは誰にも知られなかったから転々としたんですよ。まあ、小説の話なんですけども、理解してくれないから誰も、そのね、肩書きとか名声とかにとらわれてしまって。だけど自分の本質を見極めてくれている上司、まあ知って、まあ友でも何でもいいんですけど、がいる人のそばで死にたい。これがまさに侍ってそういう意味なんですよ。まあ別にいろんな意味があるんですけども。で、銀魂ってね、僕なんで銀魂好きなのかなって思い、やっぱこう、コミック読んでて思い返したんですけども、そういう大事なことが描かれてるからなんですよ。大事なことが、あのね、コーラス、思想、あの子ね、空知秀明って人は、この銀魂の中で、侍とはいかなるものかっていうのをいろんな角度から書いてるんですよ。かっこつけてるけど、結局人間でこうだよね、みたいな哲学というか、生き方とか思想を、なんかね、銀魂は銀魂なんですよ、まさに。だから、僕コミックね、50巻ぐらいまで全部買ったんですよ。一時期こうアニメ見て感動しちゃって、全部買おうと思って買ったんです。で、それを思い出しました。その時の感動っていうか、うわーって思った理由を。で、これ、やっぱね、難しいんですよ。すごいですよ。やっぱり難しいって書いてあるんですよ。話がややこしいって。で、コミック読んでるじゃないですか。なんか途中から、全部説明になってくるんですよ。今言った読者との質問コーナーが、ちょっと話がややこしすぎてわかりません、みたいなのが来て、その説明で何話も何話も書いてるんですよ。要するに、読書コーナーの話数を。こういうのがいて、天道宗っていうのがいて、江戸幕府っていうのがいて、なんとか宗っていうのがいて、なんとかがいて、徳川重重が信信がとかがあって、で、よろずやがいて、新選組があって、見回り組があって、第七師団があって、ややこしいでしょ？ややこしいんですよ。で、最終的にはコミックスに書いてあるんですけども、ジャンプの担当者にも、わからないって言われたって書いてある。そこが面白くないですか？で、すごいのが、説明やっとあるんですよ。コミック何巻か渡って説明が次終わったら、今度、アルタナっていう、吉田松陽っていう、吉田松陽をモチーフにした、まあ、最大の敵がいるじゃないですか。自分の愛すべき師であり、敵である、吉田松陽。それが、無限の命を手に入れた理由が、星の生命の源の、まあ、エネルギー、アルタナっていうのを、エネルギー源にしてるから、なかなかしない。まあ、不老不死なんですけども。そのアルタナの説明、今度アルタナの説明で、次の巻ぐらいからアルタナの説明がまた始まるんですよ。そんぐらい、ややこしくて難しいって言うとあれなんですけども、別に難しくてもこう、進んでいっちゃえばわかるものなんですけども。そんな感じですね。銀魂面白い。で、そのギャグとしてもめちゃくちゃ面白い。そのさらば新選組のとこぜひちょっと見てほしいんですけども、すごいですよ。話盛り上げるじゃないですか。捕まっている近藤ね、近藤勲っていうのがいて、新選組の局長がいるんですけども、それを牢屋から出すために、桂小五郎がモチーフになった桂小太郎が、仮死状態にできる丸薬を、薬を持ってくるんですよ、仮死状態。一回これを飲んで、仮死状態になれば、俺はお前をここから助け出す。ね、騙して。その時に、敵ですよ。上位志士と新選組だからそれを取り締まる敵同士なんだけど、お前は次は生まれ変わったら敵か味方かどっちになるんだ。夜明けは近い。行くぞっつって丸薬をバーンって投げ、すごいかっこいいシーンですよ。夜明けは近いんだ、バーンって投げた丸薬がカキーンって壁に跳ね返って桂小太郎が飲んじゃうんですよ。パキーン、おめえが死んでんじゃねえかみたいな、いきなりギャグ入ってくるんですよ。シリアスなシーンから。そういうのも含めてさらば新選組編めちゃくちゃ面白いです。もうね、物語としての完成度がもうすごすぎて面白いです。そんな感じで銀魂ザファイナルぜひ楽しみにしたいのと、銀魂のコミックのさ、質問コーナーの空知秀明はちょっとかっこよすぎるなって思いました。そんな感じです。やられたらやり返す、人生やり返した、ダメザワナオキでした。悲しいけどこれ YouTube なのよね。